皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。それでは今日もソメラと一緒にトレーニングやっていきましょう。今日やっていただくトレーニングは肩の後ろですとか肩甲骨の間、僧帽筋を鍛える種目、リアレイズというトレーニングです。体をですね、大きく倒して地面と水平になるぐらいまで倒していただいたところからダンベルを持っていただいて、大きく円を描くようにダンベルを上げて下ろしてという形でやっていきます。ダンベルの持ち方は今の染田のように順手で持っていただいても構いませんし、両手を向かい合わせにするような形で持つのがやりやすければそちらでも構いません。持ちやすい持ち方でやってみてください。この三角筋の後ろ側、肩の後ろ側ですとか僧帽筋の中部、肩甲骨の間ら辺というのはデスクワークをしているとどうしても硬くなりがちで、猫背のもと、そして肩の怪我のもとになってしまいやすいところなので、しっかり動かしてあげるのをおすすめしています。この2セット目の染田のように大きく円を描くように動かしていただくと、よりですね、筋肉を使いやすくなりますので意識してみてください。ダンベルがご自宅になければ、水を入れたねペットボトルなんかを代用していただくといいんではないかなと思います。それではラスト3セット目いきましょう。3セット目にね、染田持ち方変えてますけども、このように両手を向かい合わせにするような形で、やる方がやりやすいなと感じる方は、このやり方でも構いませんので、ご自身のねやりやすいやり方、見つけてみてください。で、疲れてくると体がね起きてきてしまいがちになるので、しっかりお腹に力を入れてですね、体が起きてこないように意識をしてみてください。はい、お疲れ様でした。